寝ていただいて、でこの状態で手のひらはじゃあ床にくっつけてみましょう。その状態で、指先天井の方に向けた状態を作るから、あ、素晴らしい、OK ですね。これ硬い人は今みたいにここまで上がらないわけですね。外に向けます。でこの時かかとを上げた状態にしておきます。でここから蹴り終わるまでかかとはつかないんですね。でさっき の, あ の, こ, のこれじゃないですけど、ここから背伸びするんですよ。いきますね。で背伸びしながら回るんですよ。素晴らしい、素晴らしい。バレリーナの蹴り足は膝から上げてきて最後に伸ばすんですね。こう昔靴飛ばしたことありますよね。あります。あんな感じです。あ、明日の天気を占って、そう本当にもう明日天気なあれみたいな感じで、そう、素晴らしい。で爪の内側からあっちの方、こっちで当てます。これ一回じゃあ自分のよっ、素晴らしい。もう一回いきましょう。はい、よっ、 OK。 ではですね、こう右手はこう振るんですね、走るときに。ただ走るときこうですけど、左手は下げないです。左手顔の横に置いたまま右手だけ振ります。そうです。この動きをこの蹴るときに使います。蹴るときに振り下ろして、そうそう、最後です。最初の1で振りかぶります。振りかぶったとき肘が顔の前に振るようにすると、これ顔のガードになります。でここから振り下ろしながら蹴る。あ、振り下ろさない。振り下ろさない。手を、あ、手を振り下ろしながら、そう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 、1で振りかぶって2で蹴る。そう、そう、じゃあこれ通してみましょう。振りかぶって2で蹴る。そう、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 OK です。痛くはないですね、ロコ。大丈夫ですね。柔らかいからね。柔らかすぎる。綺麗です。力はこっちに伝えて、そっちに足を下ろす。こっちに足を下ろすような感じです。はい、やってみましょう。ここに通して。はい、そう、そう、そう。真横じゃないんですね。脇腹、真横に蹴るんじゃなくて、斜め前に蹴り、蹴るんですね。それをさっきのこの構えからいくと、1で2です。4、ラストオール。5、覚えましたね。この方向です。